今日もねリハしたりなんだりしててあれですね。はい。そう、髪型ね、まあお楽しみにしててください。多分な、そう明日はねおろしにしたくて、そう明後日じゃなくてしあさっては結びたいなみたいな、でもどうしようかなって、昼夜で変えようかなって思うんですけど、あんまり時間がなさそうな気がするので、まあお楽しみにしててください。お楽しみにね。そう今日ね明日ちょっと朝が結構早くて確認もしたいし通したいので、そう今日ごめんね、すごい短くなっちゃうんですけど9時20分までにしたいと思います。よろしくお願いします。そう通したいので時間をください。よろしく。それまではでもたくさん話しましょう。よろしくお願いします。4時半起き、え私もそのぐらいですよ明日。そうそう4時半ね、そのくらいかな私も。そうなんですよ、通さないと。気にせんといてありがとう、優しい。無理せずにね、大丈夫ですよ、無理はしてないから。そう明日はね大事な日なので、無事に福岡着いた。あら、なんお帰りじゃないけどお疲れ様。おつネイル完成しましたか。あーしましたよ、こんな感じ、ちょっと付け足したわかる？そうちょっとね、そうここのリボンのはもともと昨日ついてたんですけど、そうここのラインストーンつけた、こっちも同じですね、わかる。そうあのんちゃんと一緒に福岡来ました、あらこんにちは。こんにちはじゃないか、今の時間おつ楽しんで、コンサートも楽しんで、福岡も楽しんで。そう曲調とかにはあのなんだろう、合わなさすぎるネイルはしたくなかったんでキラキラさせときました。コウタさんかわいい、ありがとう。でも早いですね、もう明日コンサートってなんか全然なんか信じられない感じがしちゃう。ね、昼夜楽しみにしてます。あそう配信もねあるのでぜひよろしくお願いします、来れないよって方とかもよろしくね。そう明日はね対決なんですよ、いいコメントですね。そう見ましたか詳細。そう K4 は青です、もちろん青ですよね皆さん。みんなさん家で青色振っときます。もう家をねもう壁紙とか青にしててください。そう今からねもうペンキで塗っといて、そう久しぶりに明日休み、あらーおつ3階席だけどみやびちゃん見守ってる、ありがとう、たくさん見る3階席もみやびだけにね。みやびだけに3ですね。こうたさん、あありがとう、青いペンライト、そうです青いペンライトでね。お
願いします。どんなことするの？そりゃあ明日のお楽しみでしょね。もうだってあと数時間、まあ言っちゃえばもう寝ればね明日になるから、お待ちください。3日間よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。月曜のコンサートは行く。あら待ってますね。見つけてね。アートピンク全力で振ります。よろしくお願いします。そう、私のペンライトも振ってくれたら嬉しいなって感じです。もっと早くみやびちゃんのこと知ってたら行きたかった。あら嬉しい。ちょっと悲しいけどでも嬉しいです。まあね、そういうことがあるのでぜひ来れる機会があったら待ってますので、次。なあ、どういうことがあるか気になっちゃう、みんな。やっぱりまあね、それはお楽しみにということで。ピンク振りまくるし、青も振りまくる。よろしく。ビーパップさんありがとう。青いペンライトどうもです。明日の天気、雨だったとしても心は晴れ。はい、晴れです。グッズ買って心満たされときます。そう、なんとね、長野みやびちゃんのアクリルスタンドと11周年記念デカ缶バッジと生写真も発売されるらしいです。あ、すごい。なんだ、くまちゃんありがとう。しゅんさんどうも。ヒューって書いてある。あ、9周年なんですっけ、ショールームが。ありがとう、ありがとうございます。お高いんでしょ、今ならね。 K4 だけに、 K4 の4だけに、4秒以内にお電話いただいた方には 4% 引きです。コウタさんありがとう。クラッカーどうも。4秒以内なのでもう終わりましたね。はい、みんなお疲れ様でした。定価で買います。ね、4% 引きを逃したね、皆さんお疲れ様です。まあね、4秒でもね、できる人はできますからね。それをね、まあ、逃してしまったということはね、あの自分の責任と言いますか。何言ってるか分かんなくなっちゃった。まあ頑張って。でもね、明日すごくあれですね、なんか対決、チーム対決ももちろんそう楽しみだけど、そうちょっとね、いいですね明日。4割だったらな。なんならもうポチっとる。知ってる、いいです、しちゃった。そう、殴り合いかって。そうかもしれませんね。まあ拳でね、語れること、拳だけで語れることもねあるかもしれないのでね、まあそうですね、こうご期待ってことでお願いします。ね、みんなね、ステージから出てきたらね、なんか顔ボコボコになってたりねしちゃって。あ、こんばんは。鉄菜の衣装を作ったものです。こんばんは。みさとちゃんですよね。どうも。すごい、なんかあれを運
命みたいなものを感じました。来てくれるなんてショールームにありがとう夜公演はね、あのみんなあざだらけ、いやもう昼公演からもうリハからね、そういう時は力を入れていかなきゃいけないのでね、そうですね今度会いに行きますね。おお、言いましたね、約束ですよ、イエーイよろしくお願いします、待っておりますので新作もお待ちしてますモチベがねあったらリハから殴り合い、そうですね、まあもう言葉はねいりませんよ、拳でね語り合いましょうよ、そうみんなともそうよ新作でも本当にすごいお上手、そうすごかった本当に、私も来たいって思っちゃったもん写真載せたらまさにアザーカットやでちょっと面白いですね、私は好きです65点くらい。体調いかがですか、バッチリ元気、はじめちゃんさんファイトありがとう、たくさんどうもです、どうも、そうバッチリ元気ですよ、マルチビタミンとかもね毎日飲んでるし、あとなんかビタミン B も取るといいみたいな、なんかサプリって多く飲んでも溢れるだけみたいなの聞いたんで、そうなんかビタミン B が入ってる肩こりにも効きますよみたいなやつも飲んでるんですけど、そういいですね朝観察しますねよろしくねつくめんさん、 ありがとうくまちゃん、ありがとうくまちゃんです、どうもかたくり生体生きなはれ、本当にそう、生体にはねまあコンサート終わったらね行こうかなって思います、そうちゃんとご飯も食べるんやで、食べとるでねえプリン、そう言ってますね、育毛剤の調子はいかが、いいと思う、なんかね短い毛がというか短い毛、新しい髪の毛たちが生まれてきてる気がするアクスタ衣装の方も T シャツの方もすっごい可愛かった、あー、しかも2個なんてお得買うでありがとうそうあのね髪の毛が長い方の私と短い方の私が楽しめるので、そうあのアクリルスタンドはねすごいお得ですそう白熊さんありがとう、せいろごちということで159日あ明日で160日になっちゃうの、おおいいね、おめでたいね、ありがとうございます、ありがとんかつです、アクスタって美味しいの、美味しいらしいですよね、焼肉のタレとかかけたら美味しいんじゃない、挑戦してみ何事もね人生は挑戦の連続と言いますか、まあそんな感じですからねあれもお得よね、そう私もねあの2つついてるって知らなくて、そうよく見たら2つついてたからおおと思って今日の夜ご飯とんかつでした、おおいいですね、あ夜ご飯カツ丼でした、なんかすごいよね、みんなあれですよね、来てくれてる人なんか晩ご飯とか私よく聞くじゃないですか、そうなんかすごい一緒のもの食べてる人多くないでシンクロ率高い、ほんと何みんな同棲してますなんかシェアハウスみたいなシェアハウスしてるのかわいいね、それはそれであ私はこれから、あじゃあ提案しときましょうか、
何食べますかっていうのを。そうですね、あ、唐揚げ食べた、いいね。でも唐揚げもまあカツと似てるんじゃ。白熊さんありがとう、結婚して夢の中でね。焼肉で体力つけてます、それはいいね。何がいいかな。唐揚げの人本当に多いね。あ、焼き鳥、あ、じゃあいいね、焼き鳥でお願いします。そう、焼き鳥でもね、あの部位によってあれじゃないですか、栄養とかもね、あの野菜とかも取れると思うし。え、自分もカツ丼だった、なんで本当にみんな面白。ぷーちゃんさんありがとう、かわいい、どうもです。あ、キムチチゲに牡蠣たくさん入れて食べました、いいですね。法廷って何、明日の見どころは、見どころ言える範囲、とりあえずチーム対決お楽しみに。そう、まあ、楽しみにしててくださいって感じです。あの前日にね、あの漏らしたりしたら嫌なので。白熊さんありがとうし、どうも、マシカさんどうも、バカラです。そうだよね、そうですね。はじめちゃんさんし、ありがとう。ありがとう。ペンライトはね、青ですね、よろしく。見どころはみやびちゃんって言うと思ってた、いや、ちょっとね、言うか迷ったけど、そう、ちょっと真面目に答えてしまった。あ、見どころはね、殴り合い、そうですね、まあ、あの拳で語るところもあるかもしれないので、そこのところね、あの見守っててください。じゅんちゃんありがとう、ハートたくさん、ハート畑や。白熊さんもせいろ、ゴチです、ゴチ。プリオがなんかすごい顔してる、ちょっと降りて、足しびれちゃったから。足がしびれた。ということで20分、ごめんなさい早くて。ステージ血だらけになるの。ならないよ。はい、ということで読んでいきたいと思います。13位は、ファニーデさんです。12位は、京もさんです。11位はシュウさんです。10位はつけ麺さんです。9位はわらわらたんさんです。8位はやすうさんです。7位はフルキャパさんです。6位はゆうさんです。5位はともちゃんです。4位はコウタさんです。3位はマロンさんです。2位は白熊さんです。そして1位はバン、はじめちゃんさんでした、おめでとうございます。の寿司おめでとう、イエイ、おめでとうございます。書きます、いますね。明日本当に楽しみにしてます、私も楽しみ。今からね、2、3回は通したいので、そう、ちょっとプリオがね、あの三脚にスリスリして揺れちゃう。そう、頑張らんとね。1位、おめでとうで、よし。あ、変わった？あ、じゃあまたあの2人分書くので大丈夫です。イエーイイエーイ、丸見えだよ。ありがとうございます。どうもタカさん、ミラーボールありがとうございます。はい、そうですね、もうこれが私の実力ですから。
逃げちゃったん。何にしようかな。あーすごい、プリオが膝にいるからあのよろしくね。2,3 回ってめっちゃ通すやん。いやそこまでじゃないよ、 2,3 回なら。逆に少ないかなってちょっと思っちゃう。そう、10周年の時とかもう普通に 2,3 回は普通だったから、つまりプリオの揺れでお願いします。絵文字がある動物で何かいいのないですか。ん、なんだそれ。カンガルー描いた、前描いたことないやつ。ハムスターも描いたね、ワンちゃんかな描いた、ライオンも描いた、カタツムリ。ちょっと昆虫は昆虫以外、昆虫以外あ、ワニ、ワニは描いたことないですね。そう、私ね昔ワニワニパニックですっけ、あれがめちゃくちゃ好きでね、すごい。それをじゃあ再現しますね。ワニ、ワニはワニ、あ、ん、はい、あ、みゆたさくらたんさんありがとう、ミラーワールいや今ねちょっと1回目ね買ったから、ちょっとなんか2回目どうしようかなって思って、そう、まあ苦渋の決断って感じですねありがとうございます。はい、おめでとう。これワニですから、なんか土の子とかじゃないんでね。そう、土の子ちゃうってあ、星もありがとう、宮田さくらさんさんどうも。はい、ワニです。ワニって書いてあるからね、みんなよく読もうねワニ、ワニってカタカナ読みましょうみんなあ、くまちゃんもありがとうございます。宮田さくらさんさんどうも嬉しいです、ありがとうございます、こちらこそありがとう。ということで読み上げ直してからもう一名分書きます。ちょっと日本語が出てこなかった13位、13位は京吾さんです。12位は、シュウさんです。11位はつけ麺さんです。10位はわらわらたんさんです。9位はやすーさんです。8位はふるけぱさんです。7位はゆうさんです。6位はぷーちゃんさんです。5位はともちゃんです。4位は、あ、ちょっと変わったね。13位がつけ麺さんです。12位がわらわらたんさんです。11位はやすーさんです。10位はフルキャパさんです。そして9位はゆうさんです。8位はぷーちゃんさんです。7位はたかさんです。6位はともちゃんです。5位はこうたさんです。4位はマロンさんです。3位ははじめちゃんさんです。2位はしろくまさんです。そして1位はドゥン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 バン、宮田さくらたんさんでした。おめでとうございます。3名分書いた方がいいですかね、さっき読み上げてる途中に変わっちゃったから。白熊さんの分と
ミオタスさくらたんさんの文を書こうと思います。ありがとう、こちらこそ。時間大丈夫？うん大丈夫、寝るのが遅くなるだけだから大丈夫だよ、気にしないで。ありがとう。いいんだよ。いやいよりはい、なんか絵文字のある動物でいいのありますか？ん？クジラ？あー、まあ書いたことないからいいでしょう。クジラ、クジラ、うーん、あーでもこんな感じじゃん。なんかパン屋さんみたいなね。あ、これにじゃあこうすればね、できました。はい、おめでとうございます。クジラです。カブトムシちゃうわ。これはね、水を吹き出すじゃないですか。それをイメージというかしてます。カリフラワーちゃうわ。ありがとうクジラ、こちらこそクジラ。ありがとうございます。それでは、はい、書きましょう、書いていきましょう。あ、喉鳴っちゃった。そう、最近ねすごいブラックコーヒー飲むのすごいハマってて、そう、あのね、もうそんな、なんか私1日飲むの1杯とかだったんですけど、そう 2,3 杯飲んじゃいますねっていう話でした。そう、なんかコーヒーはいい作用があるみたいなのネットで見たんで、そう、小話です。あ、でもそんなね、あれですよ、だ、もうすごい量のコーヒーをガブ飲みってわけではないですからね。そう、カフェイン中毒とかではないから大丈夫、大丈夫だよ。もう少し、みやびより絵文字のある動物で描いたことのなさそうなやつ6、よろしくお願いします。あ、毒素を出すんだ、へえ、コーヒーそうなんだ、へえ、ん、何それ。
れは、あ、プードル、あー書いたことないからいいですよ。プードル、なるほど。まあね、街中でね見かけたりはするからたまにだけど、わー、まあこんな感じじゃないんですか。あら、あ、で耳ね、あるもんね。あ、じゃあお寿司はここにちょんとね、ワンポイントみたいな。はい、かけた。はい、おめでとうございます。あのね、ちゃんとね真面目に書いてますからね。そう、それはね承知の上というか。でお願いします。ライオンちゃう。そう、あの体だけ、そう、毛を剃ってるプードルです。プードル、そう、もうね、みんなここもよく読みましょうね。プードルって書いてあります。そう、小さくお寿司が、そうそうそう、ここはねワンポイントとして。はい、私がね見たプードルはこれです。ライオン違う。はい、おめでとう。こんな感じですね。おめでとうございました。おめでとう。おめでとんかつです。おめでとうございました。壇上に上がっている皆さんもおめでとうございます。見てくれた方もありがとうございました。あら、コンサート頑張って、頑張る、お疲れ、ありがとう。あ、ファイトだ。ごめん、じゅんちゃんありがとう。それじゃあ頑張ります。練習してくるね。また明日。じゃあねー。